デルタ航空1288便エンジン爆発事故は、フロリダ州ペンサコーラ発ジョージア州、アトランタ行きの定期便だった、デルタ航空1288便が1996年7月6日に、ペンサコーラ地域空港の滑走路17から離陸する際にエンジンが破裂し、離陸を中断した事故である。左側エンジンのコンプレッサーの破片が、左後部客室を貫いた。 これにより、2名の乗客が死亡し、2名が重傷を負った。死亡した2人は、母親と息子だった。機体は、滑走路上で停止し、緊急避難を行った。ほとんどの乗客は、休暇で旅行しているところだった。同系機の MD-88 事故機は1988年に製造され、1988年11月2日に、デルタ航空に納入された。 2機のプラットホイット 2JT8D-219 z エンジンを搭載し、最大142人の乗客を収容することが可能だった。ファーストクラス14隻、エコノミー128隻で構成されていた。事故機は N927DA として登録され、事故当時22,031時間の飛行時間を有していた。 飛行前点検で副操縦士が第一エンジンの先端にオイルが数滴漏れ出ていることに気づいたが深刻なものとは考えなかった。さらに左主翼のリベットがいくつか脱落していることにも気づいた。副操縦士と機長はこれらの問題について話し合い、機長は航空日誌に記入する洋服操縦士に指示した。後にパイロットは アメリカ国家運輸安全委員会の調査官に対して、どちらの問題も危険なものには見えず、機体は安全に飛行できる状態であると判断したので、メンテナンス部門には通知しなかったと語った。1288便は14時23分に滑走路17で離陸滑走を開始した。副操縦士がスロットルを開いて規則が四十ノットに達したところ、操縦室の照明と、 景気表示が突然落ちた。後部客室の乗客と乗務員は大きな破裂音を聞き、何かが爆発したような感覚を受けた。パイロットはスロットルをアイドルに戻しブレーキをかけて、離陸を中止し、逆噴射やスポイラーなしで停止した。脱落した左エンジン前方部機体の停止後、副操縦士は管制官と交信しようとしたが、操縦室の電源が落ちていて更新できなかった。 このため非常電源を起動して、ペンサコーラの管制塔に通信し、緊急事態を宣言した。操縦室の補助席に便乗していた、デルタ航空の非番パイロットが、機体後部を見に行った。副操縦士は、翼状の出口が開くのを見、およそ半数の乗客の姿が見えず、エンジンから異音がすることに気づいて、操縦室に戻って機長に、全エンジンを停止するよう伝えた。 14時27分、機長は、基盤パイロットから胴体に大穴が開いて、客室内にエンジン破片が散乱し、負傷した乗客がいると聞いて、救急班の出動を要請した。その後彼は、客室に煙や火はなく、客室後部の扉が開けられ緊急脱出スライドが転調されたと報告した。その扉から、避難誘導を始めた客室乗務員が後に、 NTSB に語ったところでは、そこで彼女は、左エンジンから出火しているのに気づいたので避難を、一旦中止し、乗客を前方に誘導し直した。彼女によればその時点で、多数の負傷者がいて2名はおそらく死亡しており、そのため避難誘導を進めたが後に副操重視に止められた。機体後部の損傷と危険が大きかったので、MD-88 が装備している。 上降階段は使うべきでなかったからである。そこで、機長は移動式の外付け階段を要請し、これは25分後に到着した。1288便の負傷者の分布ミシガン州、スコットビルの39歳の女性と12歳の息子が死亡し、死亡した女性の15歳の息子と9歳の娘も、怪我をした。合計5人の乗客が負傷し、1名は足を、 骨折する重傷を負った。調査の後、NTSB は事故原因として左エンジン全部にあるコンプレッサーのファンハブの亀裂が最も疑わしいとした。エンジンの製造段階から潜在的に危険な亀裂が存在し、デルタ航空における蛍光浸透単焦検査が不十分だったため見逃されていた。NTSB はまたデルタ航空の整備班が問題を 発見できなかったことも原因の一つだとしている。2008年に撮影された事故機2018年1月現在、連邦航空局によれば事故機は機体機号 N927DA としてデルタ航空にまだ在籍している。デルタ航空は現在、ペンサコーラアトランタ路線では MD-88、MD-90、エアバス A319、 エアバス A320、ボーイング757から200を使用している。2016年5月現在、デルタ航空1288便という便名は、ニューヨークのラガーディア・フォートローダーデール路線で使用されている。ありがとうございます。